8月31日、朝北区の三入公民館でふれあいフェスティバルが行われました。子どもたちと地域が連携を深めるイベントとして毎年開催されていて、27回目となります。今年はあいにくの雨模様となり、規模を縮小して行われました。タピオカジュースみたいな。うまいです。公民館のホールでは、この祭りに参加している学区から、三入、三入東、2つの児童館の子どもたちが、一輪車に南中ソーラン、ダンスを披露しました。みんなが頑張ってやったのですごいと思いました。スタート。そして公民館内に設けられた子ども広場では、児童館職員によるゲームや地域の老人クラブの人たちによる昔遊びコーナーがあり、子どもたちは楽しみました。その子ども広場で思わぬ大記録が生まれました。フラフープを回し続ける競技でフラフープが得意な少女が現れます。その子は吉水千里さん。10分経過しても止まる気配がありません。延々と回し続けること800秒、汗だくになりながら大記録を達成しました。なんか保育園の頃とかやってて、こんなに長い時間やったのは初めて。また学区内にある2つの学校から吹奏楽部も駆けつけました。最初に登場したのは朝北中学高校の吹奏楽部。総勢47名で演奏を披露しました。そしてもう一校が三入中学校吹奏楽部。2012年のヒットメドレーなど、子どもたちに馴染みの曲を演奏しました。大林、三入、三入東と3学区の子どもたちが集まったふれあいフェスティバル。雨のためバザーや出店などは縮小する形となりましたが、子どもたちの熱気あふれるパフォーマンスで会場を盛り上げ、夏の最後を飾るにふさわしい祭りとなったようです。